人事課の杉浦です。市では令和6年4月1日採用職員の追加募集をしています。追加で募集している職種と人数は保育士が3人程度、土木技術職の上級初級と職務経験者を合わせて3人程度です。受験資格として年齢要件、学歴要件、免許、資格要件などがあります。また試験の日時や内容など詳しくは募集要項でご確認ください。申し込み方法は市ホームページにある申し込みフォームから申し込む方法、または申し込み書の郵送による方法があります。どちらの場合でもご連絡が可能なメールアドレスが必要になりますので事前にご準備ください。申し込みの締め切りは令和5年10月30日月曜日午後5時15分必着です。募集要項と申し込み書は伊賀市役所本庁や各支所で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。お問い合わせは郵便番号518-8501伊賀市私塾町3184番地、伊賀市総務部人事課、電話 22-9605、 ファックス 22-9742 までお寄せください。以上、人事課からのお知らせでした。